私は沖縄に嫁いで7年目の30代主婦。こっちは夫の大輔さん。体を鍛えすぎて最近よくプロレスラーに間違えられる。昨日5月23日はキスの日だったらしい。日本の映画で初めてキスシーンが公開された日なんだって。そういえばキスなんて私からすることほとんどないかも。ってことで1日過ぎちゃったけど、キスの日やってみましょう。夫どんな反応するかな。昨日ちょっと大事な日だったんだけど、何の日だったか覚えてる？5月23、ご兄さんの日。何それ？じゃあ目つぶって、ちょっと絶対開けちゃダメだよ。おお、怖え。何？どういうこと？昨日はキスの日でした。あ、そうなの？ありがとう。来年もよろしく。そんな私たちの沖縄生活 Vlog は固定コメントからチェックしてね。